日本武道館32門ロケット砲本日復活、こういう垂れ幕もかかっています。果たして竹内さん32門ロケット砲打ちますかね。これは打ってほしいとこですね、相手がブッチャーだけにですね、何が何でも打ってほしいですね。はい、かかります。打ったぞ、おっと、カット、地獄突き当たった。今度はバリエーションを変えます。もう一回地獄突き、ヘッドバッター、猛攻ブッチャー、猛攻ブッチャー、ブッチャー走った、毒針か、ヘッドバッターが毒針、ババ危ない、正面を向いたらダメだ、危ない危ない、頭を下げた、また下へ、ざっくりステップ、走った走った、走ってきた走ってきた、ブッチャー16本どうだ、ブロックしていません、当たっています当たっています。さあババがここから、さあ起死回生の回復ぶりを見せるかどうか、空手のパフォーマンスがあるのか、アンドラゼブッチャーの額も割れました。さあ大流血の、さあ大流血の、もう一回ネットブリーカードロック、さあこれはこれぞ、パーフェクトに決まった NWA 3度王座についた技がこれです。ブッチャー返しました、鋭さを増しております。もう一回顔面にいった、今度は首長いフライングメア、あっという間に幅を寝かします。そしてまた毒針、毒針を打った、カウントが続きます。アドラブッチャー、はい、ちょっと古賀選手カウント、もう本当に寸前で跳ねのけました。飛んだ、なんでいくか、もう一回ショルダータックル、タックルはアブダドブッチャーの勝ち、ブッチャーが位置を確認、ブッチャーが位置を確認、いい体勢で、あー踏み込んだ、エルボードロップ、毒針、ここで爆発、どうだ、危ない、過去の両者の対決はもう何百回も対決しております。ブッチャーがボディースラムか、叩き落とした、すごい135キロを叩き落とした、ブッチャーまたまた後ろにバックステップして天井を向いて数えて数えて、エルボー失敗、うまく読んだ、ババうまく読んだ。そしたら2メーター9センチの急降下バックドロップから、今度は2クラッシャーか、おーっと足を取って後ろに投げ返した、そのまま後頭部が当たっている、思い切って抑え込んだ、カウント3だ、カウント3です、カウント3です。思い出の愛知県体育館であります。おっと今タイガージェットシーンのコールが行われておりますが、シンがサーベルを持って暴れまくる、中田亮リングアナウンサーはもう打ちのめされました。今リングの下におりました、ババの手にサーベル、その塚の部分でタイガージェットシンの耳の当たりを思い切って打ちました。まあ、2人の共通点は師匠フレッド・アトキンスにプロレスを仕込まれたこと、そして PWF ヘビー級のベルトをかけて参戦しておりますが、ババ完全防衛、そして一騎打ちは60年の2月東京都体育館で実現、コブラツイストでババギブアップを奪って快勝。しかし竹内さん、ババ選手はあの59年の春だったと思いますが、このシンとの戦いによって屈辱の欠場に追い込まれたこともありましたね。ありましたね、ババが怒ってまた狂気を取り戻そうとしている。さあ荒っぽい対決になりました、うわーっと狂気でタイガージェットシンの控えに思い切って、これは何か鉄みたいなもんですね、このリングを組み立てるときにあの、はい、ロープを締める道具ですね。そうですね、シンは完全に劣勢に立たされてますね。そうですね、さあ劣勢に、あ今度はお靴の中にシューズに入ってましたね、これは釘状のものです、また狂気、ああフォークかな、フォークかフォークかナイフかちょっと分かりませんが、そういったキラッキラッと光る金属製のものであります。バイタイですね、これはもう十分可能性ありますけどね、はい、さあババの逆襲が始まる、ランニングネットブリーカー、抑えろ、どうだ抑えろ、これで NWA まだ別のものを狙ってますね。まあこの記念スペックカードで新しい技をどんどん発揮するババの16番さあ一気に勝負を、決まってしまいました、決まってしまいました、思わず私どもも声が続きませんでした。いやポーズを取っております、リップロジャース、リップロジャース、リッピーと呼んで、君の精神の悩みに16番ジャイアントババであります。このパフォーマンスが始まってしまいました、手鏡に櫛であります、この金髪を溶かしております、口ひげが黒で、そして金髪なんです、なんともアンバランス、このリップロジャースであります。さあくねくねねぎが始まりました、ガンをねぐりじのようなガンをこれから折りたたむんです。ジャイアント馬場選手は呆れ返ってコーナーから一歩も出ません、あっとくねくねのボディチェックであります、悩ましげにしゃなりしゃなりと足を伸ばしました、リップロジャース、あー出ました、おいえいおいえい、さあ今ゴンが打ち鳴らされました、
さあ早くもピンクのモーツァルト、ピンクのモーツァルト、コンダクターとありまして拍手をそっとおります。おっと今度は川津崎、川津落し、川津崎から川津落し、これで決まったか。ロジャース降参であります。リップロジャース降参、ジャイアントババ4分7秒の勝負でありました。あ、主将にジャイアントババ選手と左手を挙げました。木村さん、熱い。